南部リア氏南部リア氏六6月25日昭和5年1月1日は、戦前日本の家族。南部家、第43代当主で、最後の森岡藩主南部リア氏の次男、また、先代当主南部リ幸の弟、爵位は白尺。明治38年、日露戦争で戦死した兄ニ幸の後を継ぎ、南部家、第43代当主となる。 東京帝国大学在学中の明治40年に、旧鳥取藩主、池田明智光爵の三女玄子と結婚し、数和詰を設ける。李厚氏夫妻は芸術に造形が深く、李厚氏は彫刻や書道を、玄子は日本画や竹細工などを足しなんだ。また、夫婦で、黒田清照、五味聖吉、石川虎寺などの画家から洋画を習っている。大正3年には、岡に、 南部中近研究所を設置し、東京美術学校中近科出身の松橋宗明を所長として迎えるなど、南部鉄器の改良発展に貢献した。また、学生への給費制度を設けるなど、人材の育成にも貢献した。昭和3年に、長男、南部俊貞が18歳で死去したため、昭和4年に、一条実る輝き公爵の三男実る絵を、 少女、水子の婿養子として迎えた。昭和5年1月1日、異潰瘍により急成した。去年45、ありがとうございます。